にっこりで。じゃあ皆さんいきますよ、せーのにっこりで、せーのにっこりー。あー、そのままいけ、よしよしよしよ。手を振っていただきましょうか、いいですか皆さん、すいません、よろしくお願いします。おー、びっくりした。おー、いいねいいね、びっくりするよ、いいよ。俺様が世界を支配するギラスティ役の酒井大成です、よろしくお願いします。お願いします。お前らいいから黙ってついてこい。ドンボージャーヤンマガスタ役の渡辺青人です、よろしくお願いします。お願いします。私は強く美しい姫のラン役の村上絵里香です、今日はよろしくお願いします。ジェラミー・ブラシエリ、時代遅れの語り部さ。ジェラミー・ブラシエリ役の池田雅史です、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあやってくれた。では続きまして映画のゲストのお二人にもご挨拶をお願いしようと思います。まずは死の国の王でありシュゴッダム初代国王ライニオール役の中村獅童さん、お願いします。それにそれ違うと思いますけども、違うと思いますけど、おそらく違うと思いますけど、でも素晴らしかったです。はい。あ、名前言わないですね。そのまま中村獅童さんです。よろしくお願いいたします。おがいぶそう。中村獅童でございます。すごい。生で聞けました皆さん。レアでございます。ありがとうございます。ようこそ死の国ハーカバーカへ。はい、デボニカ役の桜井根です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ギーツたちに立ちはだかる仮面ライダークロスギーツメラ役長田翔平さん、お願いします。それです。あ、そう、間違えました。すみません、間違えました。すみません。メラです。変身。どうも、クロスギーツ役の長田翔平です。よろしくお願いします。ありがとうございます。よろしくお願いします。メロを演じました黒はるかです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。かわいい。よろしくお願いいたします。はい、そうですね、本編が本当にギーツはシリアスな分、今回の映画はコメディ要素たっぷりとなっていて、本当に集大成としてふさわしい映画になっているんじゃないかと思っていますし、あとは浮世英宗4役できて本当に光栄ですし、あとこの映画で本当に伝えたかったことは、大切なものは何かとか、あとは願い続ける限りいつか叶うとか、そういうメッセージ性の込められた映画になっていますので、そこを感じ取っていただければ嬉しいなと思います。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。佐藤さんはいかがですか。はい、あ、佐藤さんご覧になっていかがですか。そうですね、やっぱ面白いですよね、間違いない、それ間違いないです。やっぱり、やっぱり仮面ライダーギーツがやっぱシリアスな分、ここまでコメディでやるのかと台本を読んだ時は思ったんですけども、僕がやりたかった作風なので、すごく楽しくできましたね。ギターをじゃらーんってやるとことかは本当に楽しかったです。監督そうだそうですか。ねえ、うなずいてらっしゃいますね。よかった、正解です。すいません。正解でございます。皆さんでもギターのシーンも良かったですよね。ほら、間違えてなかった。さすがでございます。やっぱり。そうですね、みんなも言ってくれてる通り、本編がすごくシリアスだったので、私もここまでコメディの映画になるんだと思って完成したものもすごく面白かったですし、久しぶりのメンバーも来たので、なんかそれはすごい懐かしい思いになったなと思いますし、その本編で結構ギーツが結構メッセージをずっとみんなにかけ続けてくれてたのが、ここで映画でつながったのもすごく素敵だなと思います。確かにグッときましたね皆さんね。え、ありがとうございます。木大さんはいかがでしたか。はい、仮面ライダーギーツの集大成となる、劇場版ということで、なんかワンシーンワンシーン僕たち 100% で、お芝居をぶつけてたなと思っていて、なんかこうみんなでお芝居するところだったりはすごい現場での熱量も高くて、それがスクリーンを通して、皆さんに、伝えられてたら、嬉しいなと思います。はい、ありがとうございます。そうですね、なんだこの面白い映画はっていうか、なんか感じでしたね。台本見た時も面白かったんですけど、やっぱり完成するとさらに面白かったですし、なんか日常的にイライラすることとか多分多いとは思うんですけど、そういう時に見て癒されたいな、ほっこりしたいなと思います。何かあったんですか？何もないですよ。大丈夫？何もないですよ。あるかと思いますから。皆さんね、皆さんがそうですよね。皆さん心もんばかって、皆さんスッキリできましたでしょうか？はい、そうですね。お子さんももちろんなんですけども、大人にも刺さる作品だなと思いまして、老若男女、老若男女刺さる作品だなと思いますし、まあ本当に何回でも見てもらって、こう今年の夏の思い出にしてもらえる作品だと思うので、ぜひはい何度でも見てほしいなと思います。ありがとうございます。見てみて、いやなんかいつも本編はこうテレビで見てるんですけど、こう映画館でこう見るとこうまた違って、すごい音とこう映像の迫力がすごすぎて、もうなんでもこれぜひこの映画は映画館で劇場で見てほしいなっていうのがすごく、はい、思いました。すごい迫力ありましたね。ねえ、素晴らしかったです本当に。渡辺さんはどうでしょうか。はい、僕は本編を撮影してる時からこのキングオージャーという作品をぜひ大画面で映画館で見たいなと思っていたので、今回それがこの劇場版というパワーアップした形で実現して、まずは嬉しかったです。実際見てみて CG の映像だったりとか音だったりとか、あとは世界観も相まって、すごい最初から最後までとてもワクワクしました。素晴らしい作品でした本当に。ありがとうございます。でも村上さんはいかがでしたか？はい、とにかく皆さんそれぞれかっこいい見せ場があるっていうのが、なんか映画を見ていて思ったなって、感じたし、あとはやっぱ面白いシーンもあれば、笑って泣けるようなシーンもあるので、なんかこの30分でよく詰め込んだなって思いました。なんかすいません、ありがとうございます。はい。いや、すごい作品、本当に盛りだくさんでしたからね。桜彩音さん演じるデボニカの声がもう本当に素敵で、なんか耳が掃除される耳かきのような、なんか耳が幸せになる。褒めてるんだよね。あ、褒めてるんだよね。褒めてます。めちゃめちゃ褒めてます。うん。で本当彩音って呼ばさせていただいてるんですけど、本当彩音の声が本当素敵で、それと同時にこうハーカバーカに案内されると同時に声にも引き込まれるっていう、なんか素晴らしいなって思いました。なんかありがとうございます。お世話になっております。でも、ね、声といえば、ね、やっぱ池田さんも素敵ですからね本当にね、本当素敵。いやいや、そんなことないですよ。本人かと思った今。どうした？うまいな。どっちが言ってるかわかんないから。そうね。手あげるわ。ありがとうございます。ちょっとでかいから気をつけて。いや、めちゃくちゃ面白かったですね。まあ設定も脚本もね、めちゃくちゃ面白かったんですけども、やっぱりもう映像でちゃんと仕上がると、すっごい面白いなと思って、まあ特にクロスギーツが。めちゃくちゃかっこいいなと思ってて、まあ、正直もうちょっと変身してる時はちょっと僕記憶があんまなかったんですけど、こう映像を見て、うわ、あんな動けてるんかと、ちょっともう感動しましたね。びっくりしました。びっくりしましたね。はい。それはめちゃくちゃ強かったです本当に。めちゃくちゃ強かったですよね。かっこよかったですよね。ありがとうございます本当に。本当に。はい。すごかったです。迫力すごかったです。工藤さんは、はい、いかがでしたでしょうか。そうですね。クロスギーツと並んでお芝居してる時は本当にすごい動いてました。すんごい動いてましたし、結構メラとメルはポップに華やかな悪役という感じではあったので、ご覧いただいた皆さんに可愛がっていただける存在であれればいいなと思っております。はい、めちゃくちゃ可愛かったですよね。ねえ、すごい本当に素敵でございました。そして。さくらさんはいかがでしたでしょうか。はい、初の実写映画だったということですけれども、はい、出番が多かったなーっていう素晴らしかった。思ったより出ていたなーっていう、はい、すいません、ありがとうございます。普段はアニメに声を当てているものですから、自分の顔でに声を当てるというか、そういう経験ってとても少ないので不思議な感じがしたんですけど、非常に撮影現場和気あいあいとねしていて、すごい皆さんと短時間だったんですけど仲良くなることができて、なんかすごいありがたい経験をさせていただいたなと思いました。すっごい素敵、大活躍でしたね。ねえ、ありがとうございます。本当にありがとうございますという気持ちでいっぱいでございます。そして獅童さんは映画は実はまだご覧になってはいらっしゃらないと。僕まだ見てないんですよ。でも楽しみにされてることが。楽しみ、子供と一緒に見に行って、はい、僕が出てくるのを見て、はい、あっと驚かせようかなと思ってたんですけど、はい、テレビ放映の後に映画の宣伝がここ何週か入るじゃないですか。確かにあれでバレまして、ですが今今日も来てるんですけど、皆さんにちょっとお会いできるの楽しみにしてたみたいで、はい、まあ映画館にね一緒に見に行きたいと思ってます。あ、じゃあこれから一緒にお子さんと、はい、実際を見に行くと、はい、映画館に行きます。うわーすごい、はい、楽しみ。すごい迫力ですからね。酒井君と共演できたのはとっても嬉しくて、はい、これから公開になるある映画で実は一緒で、酒井君その時はまだ結構大勢の役で。そうなんですよ。エキストラで実は僕時エキストラやってましたって現場でお話ししてくれて、でもう今はもう主役ですから、ここからね皆さんに応援してもらってもっともっとね羽ばたいていただきたいなと思いますけど、まあそれが嬉しかったと。かっくんは大河ドラマ「鎌倉殿の13人」で一緒だったんで、またお会いできて嬉しかったです。はい、嬉しかったです。皆さん応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。素敵なお話をありがとうございます。はい。僕も夏休み公開ですし、純粋に劇場に来てくださった皆さんが、まあ特に戦隊の方から先に始まるじゃないですか。はい、なので純粋に見た瞬間に、あ、映画館に来たって、夏休みに映画館に来てよかったって思ってもらえるワクワク感。これは絶対に出そうと思って、はい、なのでまあ、キングオージャー本編でもやってますが、旅した感じですかね、はい、これを目指して作りました。いや素晴らしかったですね。え、旅しましたよね。ねえ、夏ぴったり。どうしよう、ゲストの皆さんとはどんなようなお話などされながら作られていったんですか。まあもう僕は獅童さんにはその存在感を貸してくださいっていうのと、でさくらさんにはもう完全にそのお声を貸してくださいっていう貸してください方式で行きました。はい、下から行かせていただきました。ちょっとこの場を借りてちょっとうちのレギュラーメンツに謝らないといけないなと思ったのが、はい、実際に映画完成してちょっと皆さんもお気づきだったと思いますけど、あれ6人の変身カットの CG カットより獅童さんの変身カットの CG カットの方が多くねって自分で、すいません、完成してから気づいたんでちょっとここで謝っとこうかなと思って、すいませんでした本当に。本編の方でよろしくお願いいたします。すいません、お願いします。獅童さん素晴らしかったですよね、本当にね。でもどうでしょう、お二人は今監督のお話聞いて、なんか監督とこうお話しされたところとかあったんでしょうか、獅童さんも。はい、衣装合わせ細かくやらせていただいて、はい、ちょっと和のテイストだったりとかで、はい、2回やったかな、衣装合わせ。2回ですね。はい、2回やりました。もう何事も真剣勝負ですから、まあうちの子供がもともと好きだっていうのもありますけど、自分が出させていただくからにはもう真剣勝負でやらせていただいて、はい、はい、そう、衣装ってもともとのデザインがあるんですけど、そこから獅童さんの意見を結構入れさせていただいて、で今のスクリーンに映った衣装になってたりするので、半分獅童さんが考えたんだなと思って見てもらえれば。すごい。そうだったんですか。めちゃくちゃ僕すぐ終わりましたよ。終わりました。監督すぐ終わりましたよね。すぐ終わりました。30分ぐらいで終わりました。なんかもう。でもお似合いでした。お似合ってたんです。元からね仕上がってたんでよかったですけど。なるほど。いやでもそれぞれでも素晴らしい、本当に見どころたっぷりでございますので。ギッツさんチームがすごいコメディっていうか明るい話っていうことだったんですけど、こっち。生きることは地獄だですからね。あれはね、某脚本家がね、そうですね、ひねり出した結果の言葉なので、はい、泣くシーンがあって、はい、はい、言っていいのかな。あ、いや、皆さん見た後なんで大丈夫だと思います。泣くシーンがあんまりお芝居してて声優の仕事してて泣くことってないんですよ。そうですね、アフレコしてても次のシーンが翌朝のシーンだと鼻水出てたらもうすぐ3秒後には切り替えて演じないといけないので、なので実際に泣いてお芝居するというのはとても珍しくて、泣けなさそうだなって思ってたんですよ。世界中の悲しいことを思い出しても全然泣けなくて、どうしようって思ってたらギラのセリフと獅童さんのライニオールのセリフを聞いたら自然と本番涙がちゃんと出てきて、なんか皆さん本当に本当の意味で全身全霊で体当たりでお芝居するってこういうことなんだなっていうのをなんか学ばせてもらいました。素晴らしい。すごいです、ね、素敵なお話、ね、僕なんかまだまだなんで、ね、いやすごい素敵な引っ張ってもらいました。そうですね、これも本当僕びっくりしたんですけど、変身ポーズとか決まってなくて、もうしかも直前で変身するシーン撮る直前で監督が「変身ポーズこれどうしましょうね」って言われて「えっ!?」と思って「そんなことあんの?」と思ってそんなことあるんですよ。びっくりしました本当に。みんなもうあれで俺完全これドッキリやられてるやんと思ったんですけど、いやでも本当にその場で考えて。でまあ黒すぎずなんでこうちょっとクロス入れつつ、こうなんかエースの反面なんでちょっとパチン入れつつみたいな、そういうなんで考えましたね。はい。それも長田さんのアイディア。そうですね、結構使っていただいて、長田さんのアイディアと本当半分長田さんのアイディアできてるみたいな感じ。そうですね。長田さんの衣装と同じ。そうですね。はい。そうですね。ローマ字の一文字を表すのはもう得意なので、はい。T の次は X みたいな、いろいろ T とかやっても L とかいろいろやらさせていただいて、さすがでございました。本当に X がクロスが増えました。ピンときました。さすがでございます。すごいかっこよかったですよね、皆さんね。ありがとうございます。本当に素晴らしかった。いや、なるほどな。いやでも本当に獅童さんのライニオールの変身のシーンは皆さんかなりド迫力でしたね。あちらも素晴らしかったですけれども、変身シーンのこだわりだったりとかお気に入りのシーンとかもあったりしますか？僕もその場でしたっけ？はい、そうですよね。その場でですね。ね、まあ監督の中にはプランはあったと思うんですけど、なんか相談しながらその場でやらせていただいて、撮影期間ってあれ僕3日間でした。2日間ですかね。長いんですよ。朝の8時から12、13時間やるんで。30分の映画だからちょっとね行ってもうすぐ帰れるのかなと思ったら、もうぎっしり2日間中村獅童デーで2日間で全部やりましたからね。はい、かなりそうなんですよ。俺変身のシーンなんかもね時間をかけてやらせていただきましたんで、とても楽しかったです。素晴らしいです。ものすごいかっこよかった。迫力半端なくて、もう最初に出てこられた時からね、うわーってなりましたよね、皆さんね。すごいです。何度でもぜひ皆さんご覧ください。さあ、ではですね、まあもちろんこちらもですね、皆さん楽しみにされたと思いますけれども、工藤さんは、はい、お帰りなさいにちゃん。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。5年ぶりでございまして、はい、ねえ、本当に、怪盗戦隊ルパンレンジャー VS 今朝戦隊パトレンジャーで、はい、ルパンイエローを演じられまして、はい、お久しぶりという感じですがいかがでしたか？そうですね、それこそ中澤監督とも当時戦隊シリーズをやらせていただいてましたし、5年前戦隊にいたはずなのに仮面ライダーに出させてもらえるんだっていうなんか単純にありがたいなって思いましたし、今日またこうしてここに戻ってくることができて本当に嬉しい気持ちでいっぱいです。温かく迎えていただいて皆さんありがとうございます。ありがとうございます。みんなせーのおかえりただいまー。ありがとうございます。本当に。そしてね、さくらさんは先ほどもねちょっとねお声の話出ましたけれども、劇中で歌を披露していただきましたね。はい、ありがとうございました。素晴らしかったです。いえいえ、いかがでしたか？いや、私歌苦手なんですよ、実は。いやね、衣装合わせの時に言われたんで。そう、本当に苦手で。嘘です。なんでもオフマイクで言わないで、せめて。嘘です。それは嘘です。いや、言いましたよね、私衣装合わせの時に。すっげえ真顔で。私歌下手っすよって言われてそういうことじゃないんでって言ってそういやでも本当にだからどうなるかわかんないですよとかっていうちょっと不安な気持ちをちょっと吐露させてもらったりとかしていて、でも皆さん素敵でしたよね。いやこれも悲鳴上がってました。いやこれ例えばじゃあこうレコーディングとかでブースの中で一人で撮るんだったらまだしもなんか何百人とかいるエキストラの方たちの前でアカペラで歌わないといけなくて本当嫌でどうしようごめんって本当にどうしようって思いながら。あれどんな歌でしたっけ？いやめっちゃ篠さん。そうだそうですよね。忘れちゃったからちょっとそれは良くないな。ちょっとですよね。ほらね皆さん聞いてみたいですよね。ほらもうせっかくほらいらしてんだ暑いさなかねこうしていらしてんですからお願いしますお願いします。おいでおいでと声がする墓場へいらっしゃい。ひどいひどい。耳掃除される？耳掃除される？掃除されました今。掃除できた？はい。気持ちよかったです今。ありがとうございます。まさしくんマジでずっとこうだったからちょっと気持ち悪かったよね。面白かった面白かった。ありがとうございます生歌。そして篠さんありがとうございます。ありがとうございます。素敵な振りをありがとうございます。いやもう本当に素晴らしいですね。もう何回もねもう今多分ご覧になったばかりだと思いますけどまたすぐ見たくなったと思いますのでまたすぐぜひ皆さんご覧ください。そうですね、はい、まあ僕のヒーローはやっぱ IKKO さんですかねやっぱもう IKKO さんがきっかけでブレイクして今この舞台に立たせていただいてるのもやっぱ IKKO さんがあったからだと思いますので、まあ、結構ヒーローと言いますと IKKO さんになりますかね。確かに、はい、間違いないですね。 IKKO さんには足向けて寝れないです。本当ですねマジ IKKO さんありがとうございます、はい、工藤さんははいそうですね私それこそは5年前にデビューさせていただいたルパンレンジャーベスパトレンジャーの時にお世話になった監督の皆さんは本当にヒーローです。中澤さんはい隠れているココちゃんに隠れている本当に監督たちのおかげで私たちが今終わってから5年それぞれ役者として舞台に残れているので本当に感謝ですね。ヒーローです。確かに皆さん大活躍ですからね。本当に素晴らしいヒーローたちありがとうございます。僕はゴレンジャーっていう戦隊もの子供の時大好きで、はい、まあ世代的に皆さん知らないですよね。いやでもおじさんがうなずいてましたよ。おじさんって言わないでよ。しっけだなそれ。すいません。しっけだな。すいません。大丈夫です。私も一番ゴレンジャーが好きです。なので僕はさっき子供って言いましたけど、役者になってから戦隊ものに出させていただくのをずっと夢だったんですね。なのでとっても楽しかったですし、映画版だけとは言わずにテレビ版の方もどうなんですか監督。テレビ版いいんですか。ちょっとこのままどうなんですかプロデューサー。皆さんお願いします。お願いします。お願いします。これオンエアいつまで何月までですか。オンエアですか。はい。2月。はい。僕ね割りかしね。8、10、12はスケジュールの話してます。歌舞伎の公演があるんで、11月だったら。11月ピンポイント。すごい。わあ楽しみ。皆さん今覚えてくれましたよね。11月。歴史の証人ですよ。ですね。11月空いてる。わかりました。いやもうちょっと楽しみですけど、ゴレンちゃんもありがとうございます。本当に最高でございます。ではさくらさんはヒーローとは何か。もう私はずっと両親ですね。本当にびっくりするぐらいちょっと両親のことがもう好きでどうやったらこの人たちみたいになれるんだろうってずっと考えているぐらい本当にずっと両親に憧れ続けているので、私がこう両親の年になった時になれるようにと思いながら毎日過ごしてます。どういったところが一番絶対に何だろうネガティブになっても必ず救いを見つけ出すところがいつも本当にすごいなと思っていて、辛いことしんどいこと何か壁にぶち当たったりとか絶対人間すると思うんですけど、その中で必ず両親はそこにでもこういう学びがあったとかこういう活路があるとかしっかりと自分の糧になるものをしっかり見つけ出して掴んで返ってくるんですよね。そこがやっぱり両親の強さの秘訣なのかなと思って、私も何かそういうことがあったらちゃんと学びをつかみ取ってから帰ろうと思っています。すごく素敵です、はい、本当にすごく身近なところにヒーローがいらっしゃるんですね。ねえ、いや素晴らしい。ではちょっと主演のお二人にもね、ヒーローとは何か聞きたいなと思いますが、菅さんはどうでしょう。そうですね、僕に携わってくれてる方々、そして僕を応援してくれてる方々がやっぱりヒーローなんじゃないかなって思っています。おお、じゃあ今日ここにいらっしゃってる皆さんも、皆さんが一番のヒーローです。さすがです、本当に。なんかちょっとあちょっと中井君が、はい、大丈夫ですか。大丈夫。おキラ頑張れってみんな応援して、キラ頑張れ。いや僕もちょっとあやねると一緒で両親なんですけど、本当にもうなんかこんないい話はなんか言えないかもしれないですけど、本当になんかちっちゃい頃からこう両親のこう背中を見てずっと育ってきましたし、こうやってこう今この場にいれるのも本当に両親のおかげかなというのは本当にここ最近すごく本当に思ってて、なので、はい、僕のヒーローは今日いらっしゃないの？今日いないんですよ。なんだ、呼ばなきゃこういう時。福岡の時にちょっと来るんで、はい、本当楽しみですね。もうご両親には、はい、その一番最初にこれ決まった時っていうのをご報告した時はいかがでしたか？うわ、もう本当、なんだろう、本当自分のことのように本当喜んでくれる存在でもあるんで、はい、いやもう本当にすごくもう頭が上がらないというか、はい、そういう存在かなと思います。それなんでヒーローは両親です。素晴らしい。はい。素晴らしい。素晴らしい。本当に。よかったよ。緊張した。キングオージャーチームどうでしたか。座長の言葉は。100点満点。お、きた。100点満点。いや危ない。満点が来ましたよ。100点ですね。すみません。なんでもないです。お返しします。すみません。返されました。ありがとうございます。いつもありがとうございます。どうでしょう、技術チームは菅さんの言葉はいかがでしたか。みんながヒーローっていうのは。じゃあ僕もヒーローってことで大丈夫ですか？そういうことですか？どうです？そういうことになるね。なっちゃいますね。今噛み合ってなかったですよ。大丈夫ですか？何？でもバッチリですよね。200点満点でした。あ、負けた。200点満点出ました。300。じゃあ300。オークションみたいなことじゃないんですよ。大丈夫ですよ。大丈夫。みんなの心がそれぞれだから。ありがとうございます。素晴らしい。皆さんに大きな拍手をお送りください。今日はお集まりいただきありがとうございました。映画が無事公開されて本当に嬉しい限りでございます。本当に何だろう、スタッフそしてキャストのみんなで本当に全身全霊で挑んだ作品なので、本当に劇場で足を運んでくださって本当に嬉しいですし、まだ見てない方も今日公開なので何回も見てくれると嬉しいですし、あとはギーツ初の単独映画なので、それと集大成でもあるので、ぜひ劇場でお待ちしております。ありがとうございました。今日ははい、今日はお越しくださってありがとうございました。こうやって無事に公開されて嬉しく思います。もう本当にこうキャストさんもスタッフさんも本当にこうなんだろう、こう全身全霊ですごく、はい、この作品に対して本当に、取り組んでくださったので、こうやって無事に公開されたんだとすごく思います。で、子どもだけではなく大人の方にもすごく刺さる作品になっていると思うので、はい、もう本当にこれからも盛り上がってますか？はいはい、仮面ライダーギーツ、4人のエースと黒ギツネ、あと王様戦隊キングオージャーアドベンチャーヘブン、本日より公開です。ぜひ、お越しください。本日はありがとうございました。